はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。なんだっけプロジェクトクロストーン2だ名前が出てこなかった、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあネクストステージ、スタートですね。とりあえずプロローグ2が終わったところですね。これは何キャラだ。閉鎖都市渋谷か。このような場所を指定するとは。忍者龍剣伝キャラかな。あの男もまた闇に身を置くものと。忍者龍剣伝出てきてたっけそもそも超適当っす。しかしこの感じなんだ。調査では異世界とつながると不安定な場所、長居すべきではないか。おお、モーヤが出てきた。空間に亀裂が入る感覚。もしや何か来るのか。感覚でわかるんだ。時空振動みたいな感じっすね。おお、これ何、ビルがぶっ壊れてる。空間に亀裂が入ってるだけか。穴が開いた。お、こいつあれじゃん、ストライダー飛竜じゃん。人間だと。知り合いではないの。この風景には見覚えがある。過去の地球。過去の地球。過去の地球。お前は何者だ。左胸の文字。名乗らない。異世界の怪物というわけではないようだ。ヒリ。おお、名乗った。貴様こそ何者だ。この時代のものか。ホツマ。それ以外。これでホツマって読むんだ。ヒデマみたいな感じだな。あ、別の時間から来たというのか。今は西暦2000年代初頭。そうだな。そうなの？それすらわからん。怪しい女を見なかったか？中国系の服装をした格闘を使う女だ。それだけじゃわかんねえよ。見ていない。ここは閉鎖都市。いるのは俺とお前だけだ。過去や未来から来たという者たちの記録は資料で見たことがある。お前がそうなのか？俺はこの時代より未来から来た。貴様が信じる信じないは別としてな。もしやこの壁面にうがたれた大穴は。閉鎖都市ってもう完全に誰も人がいないんですね。自動販売機とかはあるけど。あの女か。あの女の正体がわかんねえな。なんかまた出てきたぞ、忍者っぽいやつが。違うか、何者だこの女の装備。忍びか。それにあなたたち。一応渋谷は知ってるんだ。うん、あなた忍び機関のエージェントじゃないかしら。忍び機関なんだぞりゃ。やはり機関の関係者か。俺はホツマ。機関から任務を受け負うこともある。そう、やはり間違いない。これはどういうこと。今までどこに隠れていたのかしら。それにその刀、新しくしたの。この女はどこかで。俺はどこにも隠れてなどいない。それにこの刀、悪敵も手放す気はない。悪敵ってもう刀がなんかすげえやばい名前だな。他者に委ねることなどできん。悪敵、人の吐くを食らう妖刀である。有明結界の刀。何、お前は何者だ。名は火花。忍び機関に使われているただの忍び。刀についてはそう、機関の資料を見たのよ。忍び一族おぼろの当主が持つ刀とね。火花、聞かない名だ。だがこの女は俺のことを知っている。ホツマ、その女別の時代から来たのかもしれん。確かに飛竜の言うことが本当なら今この渋谷は別の時代。下り顔で語ってないで教えてくれないかしら。この時代から見て少し先の未来、貴様からすれば過去へ来た可能性だ。私が過去の世界に来た。任務の最中にタイムスリップをしたと。任務の任があれだな、忍者の任になってんな。そういう任務なのか。貴様はホツマにどこに隠れていたのかと言った。この男は貴様の時代にはいないのではないか。俺が？人が時間を超える。過去にそういう事例もある。特にこの渋谷では信じられないかもしれんが。おお、マスクを取った。
あなたを見た以上信じざるを得ないしね。任務の最中に全くついてないわ。素顔を晒すことで己の言動を真実だと証明するか。そういうことなんだ。わかった火花、俺もお前のことを信じよう。ありがとう、面倒がなくて助かるわ。お前は素顔を見せないのか。失礼なやつだな。互いに干渉すべきではない。それぞれの時代へ戻るべきだろう。飛び込めば戻れるというのなら簡単だけれど、話はそう簡単ではない。お、また何か出てくるか。もしやまだ何か来るというのか。こいつは、うわちょっと何なのこれ、やばいって。あーびっくりした、この穴マジ何だってのよ。お前が何なんだ。地面も壁も石でできてる。ここどこ。それにあんたたち誰。それはこっちのセリフよ。どこから来た誰なのかしら。あなた、怪しい。忍びが簡単に名乗るなって先生も言ってたしな。その刀に装束、イバン、この娘も忍び機関のものだ。知らないの。こんな忍びと呼べないような格好をした娘。マジ悪口言われてるんですけど。人のこと言えないっしょ、あんたたち。つーかみんな、忍者？ここで何してんの？どこの忍びを。一応忍者一族か。おしゃべりは苦手。作品は全部違うのかな、じゃあ。お前が何者かわからん以上、言え。あー、ムカつく。忍者ってのはどうしてこう。先生もそうだったけど。私は風魔宗の夏。流派は無双抜刀流。これでいい？風魔宗、聞かぬのだ。無双抜刀流、古い資料で見たことがあるような気がするけど。風魔の里、そして無双抜刀流、貴様は過去から来たものか。過去、何言ってんの。今は今っしょ。飛龍、心当たりが。かつての任務で会ったことがある。その女は西暦1600年以前の世界から来た。ではこの忍びの娘は400年以上前の世界から。ちょっと私に分かるように説明してくんない。っていうか一番古そうなやつが一番現代っ子だな。風魔の里で私以外に無双抜刀流を使う。え、それってもしかして飛龍って言ったっけ。その人のことを詳しく教えてほしいんだけど。私、行方不明になった先生を探してるんだ。俺が出会った忍びは元の世界に戻った。この世界にはいないはずだ。入れ違いか、へこむな。じゃああんたたちもいろんな時代から来てるってこと。で、戻り方は。俺はもともとこの時代の人間だ。そうなのか。なんだこいつら。うっそ、分かってないの。お、ここだ。これは本当にこんなところで待ち合わせしてるのか。これあれじゃん、バーチャファイターじゃん。サトシ渋谷、おいそれと入っていい場所じゃないだろう。アキラよ、相手は政府機関とつながりのある戦闘集団の投資だ。接触するためにはこれくらいのことはせねばならぬ。そんなところに俺を連れてきていいのか。お主は以前の戦であれと戦った経験がある。無関係ではあるまい。あー、なんかこんなのいた気がするな。正確には V デュラル、 V でいいのかな。本物のデュラルにあらず。本物じゃない、どういうことだ。それはいずれ語ろう。今は奴らの足取りをつかむことが先決なり。わかったよ。で、会うっていうのはどんな奴なんだ。我と同じく今を生きる忍びの一族。確かな腕を持つ寡黙な女だ。だから黙ってばっかじゃわかんないっしょ。帰る方法がわからないってマジどういうこと。寡黙な忍びって話だったよな。会うのは男だ。女連れなのか。まあ行ってみようぜ。いや、てかこの距離なら普通に見えるだろ。ポーンと飛び込めばいいだけの話じゃないの。今さらビビってどうすんのさ。数年後の未来、遥かな未来、そして数百年前の過去、この穴は様々な時間軸に通じている。
どうやって正確に自分のいた時代に戻るつもりなの、夏。転移先を確定させるための装備がここにはない。ああ、もうわけわかんないよ。なんか揉めてるな。忍者忍者と。全員忍者じゃないか、影丸。わからん。何者？あ、なんかすごい忍びっぽいの来た。おぼろの闘士、トーマに用がある。葉隠れの影丸か。いかにも、一人で来ると聞いていたが、そのつもりだった。少し話した方がいいだろう。やれやれ、嫌な予感がするぜ。それぞれ別の時代からこの渋谷に現れたと信じられぬ。事実だ。いや、俺は信じるぜ。以前の戦いもそうだった。過去や未来、異世界も巻き込まれていたからな。もしかしたら先生もそういう戦に また巻き込まれたのかな。なんだっけ、もう名前忘れた。トーマじゃなくて、オーマだっけ。漢字がわからん。俺は戻り、忍び機関に報告をするつもりだ。期間か。時間軸の違う私は関わらない方がいいかもしれないよね。なあ、政府機関なら、シンラはどうだ？この前の戦いで世話になった。超常現象を専門に扱う特務機関か。適任かもしれん。ん？待て。ワープホールの様子がおかしい。ワープホールって言うんだ、これ。ああ、また来た。どんどん来るな。オンパレードだな。しかもこいつは、なんだ？やばい、かなり怪しい。敵っぽい。なんだ、ロボット？ストライダー、飛竜、発見。抹殺する。ストライダー、飛竜、このお人形さん、あんたの敵のようね。暗殺者ソロ。かつて冥王と呼ばれた男の配下だ。お前を追ってきたのか？ってことはさ、今、飛竜のいた時代に繋がってるんじゃない？可能性は高い。む、まだ出てくるようだぞ。お、普通に出てきた。なんだ？また忍者？中富重工の強化忍者？こいつらは私の時代の敵よ。中富重工ってめちゃ会社みてえだな。このワープホールが各時代に通じているのは間違いないか。こりゃちんたらやってらんないね。まだ繋がってるうちにやっちゃおうよ。ああ、すべきことは一つだ。任務を開始する。お、いっぱいいるぞ。あれ、なんか3人来た。ツインユニットじゃない。プロローグ3、忍び。一人だけ忍びじゃないやつがいるけどね。ソロユニットについて、仲間になったソロユニットはペアユニットのメンバーに加わり戦闘に参加します。マップ中に X でソロユニットが持つスキルを使用できるようになり、戦闘中に R で1戦闘につき1回だけソロ攻撃を行えるようになります。またソロユニットはストーリーを進めていくとステージ間のインターミッション内で好きなペアユニットと組み合わせられるようになります。クロスヒットについて、ペアユニットの攻撃と、ソロ攻撃を同時に敵にヒットさせるとクロスヒットが発生します。クロスヒット中は攻撃による XP の上昇量が大幅にアップし、クロスヒットした場所に敵を固定するため地面に落としてヒットが途切れることがなくなります。ほんほんほん、なんか早速難しくなってきたな。敵いっぱいだな、これ。基本的にそんなに強くはなかったけど、1話2話は。まあいいや、攻撃しよう。おぼろ一族当主、ホツマ。あ、ホツマだ、ホツマ。名前がわからん。よかった。ほい。これで？その隙は命取り。うお、すげえ。36ヒット。レベル1だよ、だってまだ。レベル1で1386って。やるか。じゃあ攻撃はできんの？ハガクレ流柔術、影丸、うまいな。まあ、私はいいけどさ。行くぜ。しょうがない、手を貸してあげる。これ、ジフに怒ってないよね。これさ、死んだ後を攻撃する必要、あ、なんかあるな。一応120何パーセントって。あ、違う、それはダメージ倍率か。意味あんのかな、攻撃をする。あとは敵がどれくらい強いかだな。うお、ボスが来たな。どうしよう。完全防御って何？
完全に防御できるってこと ?XP50。XP が今 135% って何パーセントってなんだよ。防御にしとこうとりあえず。うお、自分の人もっていくつあるんだ。2482か。雑魚はちょっと攻撃するか。400結構食らうな。ほら、ソロってさ、なんか使うのあんのか。これさ、倒した後もめっちゃ攻撃してるけどどうなんだ。解毒そうだ。あ、反撃できねえ。完全防御 SP がないのか。完全防御は XP を使うんだね。じゃあ一応完全防御しとこう。無駄無駄で反撃をして。どうなんだろうな、 SP って何に使うんだっけ。乱れ斬り、フォーメーション&混合落とし。なるほどね。アキラで雑魚敵を倒すか。ここに置くとダメか。アタックどっちとかあんのこれ。なんか適当に押したらこっちになったけど。いくぜ。ほら、全然動きがわからん。まだレベル上がんないか。で、援護攻撃ができる位置に置こう。ここ。悪事も最後で、援護攻撃。お、なんだ。ダメージが当たらない。あ、ちょっと通った。おら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 。やばい、ボスだからすげえな。最初にやっぱガードされたのがでかいな。ブロックについて。ブロックを持った敵は味方の攻撃を完全に防御してきます。攻撃をし続けてゲージをゼロにするか、 XP を使用する必殺技などで打ち破ることができます。なるほど、技を使えばいいのか。で、敵は多分ね、アキラ攻撃してくるぞ。お、2人とも攻撃された。マジか。1600、承知。行くぜ。過去から来た忍びのものよ。じゃあちょっともういきなり技使っちゃおう。星よ、俺を導いて。ほら、天空お前、諦めたんだ。この間はアシスト援護とかはできないな。我、闇より来たりて。でしゃあ、深く。まずったな、どうしよう。あれ、なんだ、攻撃食らった今。反撃をしてきたってことか。なるほど。敵のヒットポイントはいくつだ。あ、倒せんな。わ、技は使えねえや。これはもうガードブロックを外すしかない。このまま。オーケー。レベルアップ。任務は困難、撤退する。すげえ撤退の仕方だな。どこへ行った。ビルの大穴に飛び込んじまいやがった。待てよ、じゃあ今やつを追えば元の時代へ戻れるか。こいつのね。俺はソロを追う。確かに今ならお前のいた時代に戻れるかもしれん。いつこの穴が使えなくなるかわからない。私も行くわ。任務の途中なの。夏、お前はどうするんだ。確かお前だけ過去から来ているんだよな。まあよくわかんないけど、とりあえずなるようになるっしょ。流れに身を任せるもまた真理なり。とりあえずかっこいいこと言ってんな。俺から行く。わかった、さらばだ飛竜。一人ずつ飛び込むの。みんな飛び込めばいいじゃん一緒に。
すっげえジャンプ力だな。あ、そうだ。私、飛竜に聞かなきゃいけないことがあるんだった。何？飛竜があったっていう、風魔の里の忍びについて。ほいじゃ、私もドローンするから、じゃあね。飛竜、待ってよ。すげえ。みんなジャンプ力すげえな。ふう、騒がしい子ね。それじゃ、私も行くわ。お互い、今回の件は、機関には報告しない方がいいかもしれんな。そうかもしれないよね。一つ言っておこうかしら。その妖刀、なんだっけ、悪敷き、そのまんまだけど、できたら手放さない方がいいと思うわ。そんなつもりは元からない。何が言いたい？なんだっけ名前、わかんない、忘れた。ヒカじゃなくて、火花。あの忍び、お主に何を伝えようとしたのだ、オーマ。わからない。俺の未来、そして、あじきか。悪じき。ん？おい、見ろ。おお、閉じた？てか、めっちゃ揺れてんね。地震？ビルはそのまま何にもないか。過去と未来に通じる道が閉じたか。これでいい。ふう、まさかこんな騒ぎになっているとはな。だが、これでやっと本来の形に戻ったか。いかにも、オーマ。デュラルのことについてだ。かつて秘密結社シャドルーの関連組織 SIN が使用したサイボーグ、企業連合ん？ジャッジメント6 何かっこよくしてんの、ジャッジメント6から提供されたとされている。ここまではいいな。ああ、量産も進んでいるみたいだったな。結構な数と戦ったぜ。 SIN の狩猟は行方不明となり、デュラルも全て何者かに回収されたと聞く。それらがある船に積み込まれ出航したという情報がある。クイーンゼノビア号、記録ではすでに沈没しているはずの船にと。あれ、クイーンゼノビア号ってあれでしょ、バイオハザードでしょ。バイオハザードリベレーションズ。俺が話せるのはここまでだ。まあリベレーションズちょっとやってないっすね。結構バイオシリーズはやったんすけど、リベレーションシリーズはやってないっす。はがくれの一族には借りがある。だが命を粗末にはするな。結晶アキラ、あ、結城アキラ、お前もただの格闘家でいたいのなら関わらないことだ。デュラルのことは俺も気になっている。前にやり合ってるからな。ゼノビア号か。これが本当の乗りかかった船だ。最後まで付き合うつもりさ。わかった。ならば何も言うまい。オーマ、感謝する。アキラ、すぐに立つぞ。ああ、じゃあな、オーマ。幸運を祈る。あれ、これもまだプロローグだっけ。今回の渋谷の件、もう少し調べる必要があるな。アキラの言ってた通り、特務機関シンラの力を借りるべきか。お、なんだこの光は。う、なんだこの力は。まさかこれが揺らぎ。やはり今回の事件は。くっ、おお、消えた。もしやこの世界から消えた。まだプロローグ、そうか。忍びだったな。インターミッション、特にプロローグの間は何にもできなそうですね。というところで、プロローグ3が終わったところになりますので、今回はこれで終了したいと思います。